皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、またこの動画の続きを見ることはできません。すべての文言に承諾した人のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和2年10月5日火曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。今のね時刻は夜の8時43分ですね。はい、さっきね夜ご飯食べました。で、今日の千葉県松戸市はね朝から雨が降りそうで、ポツポツ降ったり降らなかったり、曇り空でしたね。で、空気は冷たくてね、もう秋真っ最中って感じですね。もう10月ですからね。で、まあ、そうですね。12月に入るとちょっともう冬って感じになってきますよね。ダウンジャケットとか、上着がないとね、コートとかね。で、10月、11月はまだね、長袖とか、ちょっとした羽織るものがあればね、まだ過ごせますけど、12月にも入ってきますと、上に羽織るもの以外にダウンジャケットとかねコートを着ないと、外はピュー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 ね、寒くてしょうがないなっていう感じですね。まあそういうね、寒い冬にの時にね、そういう時に限ってお金がない時が多いんですよね。年末ね、年末に限ってお金がなくてね、で借金の催促されてね、で借金ね払うとね、お金がもうなくなっちゃって、年末ね、このお金でクリスマスケーキ買おうかなとか、おせち料理買おうかなって思ってるお金もね、全部なくなっちゃって、子供にクリスマスプレゼントも一つも買ってあげられないね、お年玉も買ってあげられないね、まあそういう年を僕も何度も何度も繰り返しましたね。本当にダメな親でしたね。で、今日はね、借金返せなくなっちゃっても自己破産しなくても良くなりましたっていうことでね、はい、このニュースが出てたので、まあ、これ重要ですからお伝えしますよ。債務減免の特例ですね、12月から適用しますと。だからあと2ヶ月ね、ちょっと頑張ってくださいってことですね。差し押さえせず生活再建金融庁ということで、どういうことかというとですね、新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が、個人っていうのはまあサラリーマンの人とかですね、あとは個人事業主って言って、まあサラリーマンじゃなくて自分でね個人で仕事してるラーメン屋とかね、転売屋とかですよ、借り入れた債務を減免する特例措置について金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日分かった。住宅差し押さえや、自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や、事業の再建を後押しするということで、住宅も取られなくて済む感じですよね。住宅ローンはそのまま、金利だけしばらく払ってればいいって感じですかね。はい、競馬にかけられなくていい感じですね。あと、もちろん自己破産もしなくていいよってことなんて、すげえな、これって。すごいな、これって。自己破産しちゃったじゃんっていう人多いと思いますよ。コロナ不況でね、とかコロナの直前でね、もう耐えられなくて自己破産。まあ、気持ちの整理ですよね、借金っていうのはね。借金っていうのはね、最悪ですね。金利さえ払ってれば、なんとかこう、ずる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 持ちこたえることできるんですよね。で、金利も、まあ、全部払えなくなっちゃっても半分ぐらい払うとかね。まあ、半年ぐらいは金利もストップでね、全額、繰り延べって感じでもできるんですよ。
それはあの銀行以外にもクレジットカード会社もね、なんとかこう交渉次第でね、交渉次第で何でもありだから、金融機関なんて儲かってますからね。だって仕入れないんだもん。お金に稼がしてるだけだからね、仕入れないし、まあむちゃくちゃですよね。リスクはまああまりないからね。それで普通はですね、借りたお金は返さなくちゃいけないんだけど、まあ国の金融庁がね、特例措置ということで、まあ、今回コロナの影響がすごいのでね、借りたお金は返さなくてもいいですよっていうのがね、12月1日から始まります。これはね、一部ですね、あの自然災害ですね、津波とか地震とか洪水とかで、自然災害で家屋が倒壊してね、住宅ローンの返済ができなくなったと。まあ津波とかね、あの台風の洪水で住宅ローンで家を買った人、戸建て住宅買った人で流されちゃって、そこ住めねえと、ただ借金残っちゃったっていう人いますよね。で他のアパートに住んでるんだけど、そっちのアパートの家賃と住宅ローンと二重払いしなくちゃいけなくなった人については、個人の生活再建を支援する指針っていうのがあって、債務整理ガイドラインがあってね、払わなくて、二重払いしなくてよくなってんですよね、今ね。じゃあ、債務免除ってことで、銀行が全部、銀行さってさ、断信ってのがあるから、保険に入ってるからね。銀行は、いついかなる時も 100% 損しないんですよ。結局、お金貸して帰ってこなかったら、保険会社からお金ね、まるまる 100% もらいますからね。何があっても、いついかなる時もね。銀行は損しないです。金融庁がこういう指針出しても損しないようになってます、最初からね。はい、だから、はいはい、いいですよ、わかりましたって言ってるだけですね。うん。で、このね、債務整理ガイドラインを10月に改正して、対象にコロナを追加します。金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会の説明をすでに始めており、関係団体は大筋で了承している模様だということなので、まあ、弁護士に言わなくても銀行に言えばね、12月1日から法律が変わったのでね、このガイドラインは多分、10月中に改正しってなってるから、まあ、11月にはですね、金融庁のホームページに新しいのが出ると思うのでね、このガイドラインをもとにですね、住宅ローンを免除してくれと、今ね、2000万あるのを1000万にしてくれないかとか、今お金借りてるものを、例えばラーメン屋やっててね、ラーメン屋お客さん少ないから今3000万借りてるのを、1000万に減らしてくれないかっていうのはを OK にするってことですね。まあ、あと個人っていうのはもちろんこのコロナによってクビになっちゃってね、住宅ローン返せなくなっちゃったんですよと。うん、普通だったらこれ銀行に家取られてね、競馬にかけられてお前ら出てけって終わりなんですけど、じゃあいいよって、そのまま住んでていいですよとね、差し押さえ、住宅の差し押さえをせずに生活再建できますよってことなんで、そのまま住んでていいですよ、あげますよと。で我々は団体信用損害保険が組合から、保険金もらいますから、そのまま住んでて住宅のチャラにしますからっていうことらしいですね。いや、ラッキーですねこれね。だから皆さんラッキーだと思います。皆さんクビになっちゃってね、仕事なくてやばいやばいと、住宅ローン払えるかな、やばいやばいとか、個人事業主の人もね、まあ住宅ローンやばい、どうしようとかまあ事業のお金借りててね、金融公庫にお金返せない、どうしようと思ってても、まあ住宅を取られることもなしで、借金返済のためにね、自己破産することもしなくていいとね。じゃあなかったことにしましょうってことにね、まあ全額なかったことになるのか半分ぐらいなのか、ちょっと分かりませんけれども、まあ状況によってだと思います。ただ本当にね、いい時代が来たなと思いますよ。本当に。自己破産するとね、やっぱりその後10年間、ブラックリストになっちゃうんでね、なかなかお金が借りられなかったり、車、あ、ちゃちゃ、
クレジットカードが作れなかったりしてね、すごく不便なんですよね。あと、まあ、仕事にもつけない場合もあるからね、すごい不便なんですけど、まあ、今回の金融庁の特例措置によってですね、ブラックリストに乗ることもなく、借金免除になってなくなると。で、自己破産しなくてもいいよってことでね、本当に、いい時代が来たなと思います。だから、まあ、コロナの影響を受けてない人なんていないからね、個人の人も、個人事業主の人も、会社経営の人もね、コロナの影響を受けてない人なんかいないわけですよ。うん、だから、まあ、数年前からね、事業が、傾き始めちゃってね、売り上げが伸び悩んでたとしてもですね、今年に入ってコロナで急激にまた売り上げが落ちてると思いますから、そろそろね、会社整理して自己破産しなくちゃいけないなと思ってた人もですね、今回の金融庁の減免措置ですね、を利用してですね、借金チャラにすると。いうことをですね、やってほしいと思います。本当に、こうやってね、人生、借金苦にね、自殺する、ね、自殺する人もいるし、まあ、早々に、まあ、切り上げて自己破産をする人もいるんだけど、できればこうやってね、だらだら、白黒、はっきりつけないでですね、なんとかこう、いい時代来ないかなと、景気が良くならないかなとか、そう、とかね、宝くじ当たんないかなってね、とにかく、一日でも長くですね、だらだら、こう、希望をつなぐことなんですね、人間というのは。希望をつないで、だらだら生きると、こうやっていいことありますからね。はい。皆さん多分、補助金とか給付金もね、もらったと思います。個人事業主の人も、会社経営の人もね。あ、100万円くれた、よかった、200万円くれた、よかったってね、思った人もたくさんいると思います。あと、個人の人はね、一人10万円、家族5人で50万円もらったと思いますよ。これも助かりましたね。そして今回ね、給付金だけじゃ足りなかったですよ、と。いうことでね、銀行からまたお金借りた人もいると思いますけれども、まあ、借りれなかった人はね、じゃあ自己破産しなくていいよと、借金減免、減額、または消滅の特例措置を取りますよってことなんでね、まあ、これで本当に借金苦から逃れてですね、まあ、借金帳消しになりますからね、で、自己破産もしないでいい。そして住宅ローンも返さなくていいと。で、そのまま家に住んでられるという、こんなね、素晴らしい時代が訪れるということで、ここまでね、なんとか頑張って生きてきた人っていうのは、本当に、希望のね、光が見えてきたと思います。まあ、あとね、2ヶ月の辛抱ですので、まあ、2回支払いをね、ちょっと延期してもらうか、なんとかお金をかけずり集めるかしてですね、まあ、12月1日からこれ適用されますからね、減免措置の特例がね。そして、まあ、すぐに銀行行ってですね申し出ると、減免、借金棒引きしてくれと。で、うまくいかなければ最初はね、銀行も何、そんなねこと言うと怒っちゃうから、何回も顔出さないといけないんだけど、うまくね、話が進まなければ、法務省の法テラス行けばですね、弁護士と無料でね、相談できますから、で、直接弁護士事務所行くよりも全然安く弁護士使うことできますからね、弁護士と一緒に銀行行ってですね、借金棒引きしろと、この法律できたんだろうからね、ガイドライン改正されましたから、して、弁護士と一緒に行くと。で、ダメだったらもう、民事訴訟を起こすと。そのぐらいの気合い入れないとダメですね。そして、この法律にね、乗っ取って、銀行は、債務減免しろということですね。まあ、多分スムーズにいくと思います。うん。スムーズにいくと思いますので、皆さんね、まあ、FX で借金をしてしまってる人もたくさんいると思うんですよね。で、それもコロナの影響でね、仕事がなくなって FX をやったんだと。そして、うまくいかなかったんだということで、コロナのせいですからね、それもね。
まあ、何が何でも、まあ、銀行とかクレジット、まあ、金融機関全部ですから、クレジットカード会社、で、闇金。闇金はどうなるかわかんないですけどね、クレジットカード会社、あとはアコムなんかもそうですよね。全部、その、全国銀行協会、まあ、金融機関全部これ従わなくちゃいけませんからね、クレジットカードも、借金がね、なくなると。いう嬉しいニュースがねやってきました。本当にね助かる人がたくさんいると思いますので、とにかく人生ね白黒はっきりつけるっていうのは絶対やっちゃいけないですね。僕も若い頃はね白黒はっきりつけてきたんですよ。もう本当にもうよしこれはこっちだとかね、これはダメだこっちにしようとかね。でもね疲れるんだよね。疲れるし間違ってた時ね、その自分が決断した道が間違ってた時にすごい後悔するんですよね。で、まあ30歳ぐらいの時からね、白黒はっきりさせないでね、だら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 半年も1年も2年もね、ずるずるずるどっちどうしようかなどうしようかなって両方やっとくんですよね。うん。だから今回もこうやって会社経営しててね、うまくいかないと。ただ辞めるわけにも辞めたくはないし、サラリーマンにも戻りたくないと、まあ、そういう人ね、いると思います。たくさんね。でだら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 続けるっていうのも一つの手ですね。こうやっていいことがありましたでしょ。あとは、コロナの影響で会社クビになってしまってね、住宅ローンがそろそろ払えなくなっちゃったとかね、今ちょっと伸び伸びになってると、で銀行に交渉してるけれどもっていうのもね、今回ね住宅ローン減免またはまあゼロになる可能性が非常に高いということで、まあ家がね競売にかけられるっていうこともないよと。まあ保険入ってますからね銀行はね。だから団体信用生命保険からおりますからな。生命保険です、まあ、損保とか入ってますからね。なんも痛いもクソもありませんから。で法律が変わったので、この法律をもとに銀行は損害保険会社から住宅ローンの全額一斉支払いをね損害保険会社から受けられるようになりますから、わかりましたわかりました、じゃあここにハンコついてください、あどうも、じゃあ今までありがとうバイバイって終わりですから、はい、誰もねいやみんなラッキーだったと思いますよ。ということでね、皆さんね、借金苦でね、自殺なんていうのは絶対考えないでくださいね。バカバカしいからね。借金のために自殺なんて本当にバカですからね。はい。それと、住宅ローンなんかもね、全然これで、特例措置がね、法律で決まったので、家をね、手放さなくてもそのまま住めますからね。はい。良かったと思います。皆さんまたね、頑張ってですね、これからも、生きていこうではありませんか。来年にはねまた景気が良くなってですね、みんなね億万長者になれると思います。それでは、今日はニュース解説をいたしました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。